はい、皆さんこんにちは。今日は妻がテレビの仕事のため僕のワンオペで、2人を今日は見たいと思います。仕事が終わるのが6時半過ぎらしいので、今何時？11時半なんで、ちょっとまだまだあるんですが頑張りたいと思います。それでは見てください。でよしよしよし、リンジュが寝ました。結構ミルクも飲んでます。おいしい。先生おいしい？うん、おいしい。今13時過ぎてますが、結局朝から一食もできなかったので、 Uber でなんか頼みたいと思います。先生朝も食べたよね。うん。先生は2食目です。今日リンジュは寝てます。こんな感じで頑張ります。先生、今からどこ行くの？ちーたーちゃんのパーク飲んでたって。パーク？乗り取ってたよ。パーク？ちーたーちゃんのパーク。何？新幹線のパークって。あれ、こっちよ。よし、行こう。ちーたーちゃん。ちょっといつもと違う公園行きます。ちーたーちゃんのパーク、こっちろにな。あれ、乗り取ってたね。あれ、たり、バイトの。スイングのスライドのスイングのスライドファイトのチーターさんのパックのこっちこっちよ。し、行くぞ。先生激走。ミルクの時間です。先生は面白い？先生行こっか。とりあえずささっとご飯作りました。またバラ肉を塩で炒めただけです。じゃじゃん。先生作ったの？うん。すごいじゃん。ちょっと目を離してたらこんな感じで連結してました。できたよ。うん、できたね。あ、こっちこっち電気。先生こっちだよ電気。はい。リンジも遊びたいって。ありがとう。うん、ありがとうね。先生、それやめて。それやめて、先生。リンジュに電車を崩されてイライラしてます。先生、優しいね。うん、リンジかいね。かいね、リンジ。先生、リンジュが一緒に遊びたいって。電車来るよ。かっこいい。かっこいいね。じゃあじゃあ。うん、優しいね、前世。ありがとう。ピー、万回。
平和な日曜日です。書いちゃったからね、傷ができちゃった、うん、インドの電車好き？うん、先生、電車はイングリッシュで？イングリッシュ。トレインでしょ？トレイン、先生が大人用のヨーグルトを食べたいらしいです。メープルシロップ入れたいんだけどさ、ガチガチでなんか固まってて開けられないです。よ、蓋開けられないこれ。開けるよ。ちょっと待ってて。はい、来ました。折れる。待って、ちょっとだけにしよっか。おかえり。先生、おいしい？グッ？そんなに？おいしいね。よく飲んでます。めっちゃ正座してる。もうちょいで体お腹いっぱいですか？デンス食べたい。おかわりですか？デンス食べる。オッケー、二杯目。デンスおいしい？うん。センサー。よく食べるね。お腹いっぱい？先生お腹いっぱいになるの？うん。もういらない？いらない。じゃあごちそうさまでした。ね、はい、帰ってきた。私の撮影が終わりまして、ひよくんが迎えに来てくれて合流しました。ひよくんお疲れ様。全然大丈夫です。本当？はい、ちょっとまだ見てないけど、後で動画見せる。後で見させてもらう。大変じゃなかった？全然大変じゃない。どうだった二人とも？いい子。いい子です。もーんってならなかった？ならない、全然。文字で。うん。じゃあヒロ君できるんだね。全然できるんだ。じゃあこれからもよろしく。だからあれだよ、本当にね、二人の方が一生懸命になればできるんだけど、自分のことは全くできなかった。そうなるんですよね。全くしてない。そうだから仕事が詰まってる時とかは絶対無理だね。タスクがあると。本読んだり、YouTube ミュージカル。そうだね。じゃあもう本当に子供たちに全集中してくれてた。そう、そしたらできる。ああ、ありがとう。ちょっと仕事の息抜きにもなった？なった、全然。じゃあ楽しかったよ。ありがとう。じゃあたまーにこういう日作ろうか。あー、いいよ、全然。本当に、うん、忙しいと思うけど、うん、私もめっちゃ助かった。ありがとうね、おかげさまで。そんな感じで。ありがとうございます。はい、一日ワンオペやりました。お疲れ様です。楽しかったです。はい、はい、打ち上げです。打ち上げです。何の打ち上げ？お疲れ。はい、何の打ち上げ？ヒロ君のワンオペ。俺の、はい、ありがとう。カリフラワーの先生、よかったね。めっちゃ美味しそうだなと思って。ヒロ君お疲れ、ほんまにありがとう。いいえ。